本日は総合的実態調査から見たキャリア教育の現状と課題と題しまして平成20年度よりこの3月まで当研究所生徒指導進路指導研究センターの総括研究官としてキャリア教育進路指導において本調査をはじめさまざまな調査研究にご尽力いただきました筑波大学人間系教授藤田輝幸先生にご講演をいただきます。 それでは藤田先生、よろしくお願いいたします。先生方、こんにちは。 今ご紹介いただきました筑波大学の藤田です。まだ、あの筑波大学のっていう風に自分のことを紹介するのはあまりこう。慣れていなくてですね。どうしてもあの国立教育政策研究所のと言ってしまいがちですが、特にこの会場に来るとあのその口癖が出てしまいそうですけれども、あのこの4月から筑波大学の藤田になりました。あの、本当にあの拙い発表になってしまいますけれども、先生方の貴重なお時間ですので、あの時間いっぱいあの精いっぱいお話をさせていただきたいと思います。先生方のお手元にですね。お皿先生と同じようなフォーマットなんですが。あの？ 栄養が4つに切れている画面が横になっているものがあるかと思います、まずこちらをご覧くださいそれからもう1つあの、いくつか先生方にご準備いた,だきいただきたいものがあるのですが、袋の中にです、ね、薄いピンクの、えー、キャリア教育進路指導に関する総合的実態調査第1次報告書概要版というのがあります、それからです、ね、いくつかあります、先ほどお皿先生にもご紹介いただいたものですけれども、キャリア教育をデザインする、こちらもございます。 それからもう1つ、これ重くてですねちょっと出しにくいかもしれませんが実て開いていただきたいこともありますのでこのクリーム色のキャリア教育資料集これをまずあの膝の上辺りにちょっと置いておいていただいてですね話を聞いていただけたら大変助かりますそれではこれ以上前置きをしておりますとどんどん時間がなくなってしまいますのであのいつものとんりの早口でございますけれどもやっていきたいと思います。 先ほど長田先生からもご紹介ございましたけれどもこの度あの私どもでは、えー、総合的実態調査の結果から見たキャリア教育の実態と課題,という課題でこのシンポジウムをし,しておりますけれども今回はその実態調査全体のご報告をさせていただきたいと思いますまず初めにです、ね、その実態調査をするに至った背景も含めまして全体的な流れ先ほどの長田先生のお話の復習になってしまいますけれどもあのご報告申し上げます まずご存知のように、ですね、新しい学習指導要領、キャリア教育などを通じ、学習意欲を向上するとともに、学習習慣の確率を図る、これが明確に通知文に改正通知に載っております。ですから、長田先生からも、学習意欲の向上ということが中心にテーマでお話しさせていただいたのではないかと推測しております。また、同じ時期に第1期の教育振興基本計画が閣議決定され、そしてこの閣議決定を受けて、中央教育審議会が答申を出した。 これは先生方のご存知の通りです、そしてこの中央教育審議会答申の中において、もう広く先生方に使っていただいております、基礎的汎用的能力が提示されました、この基礎的汎用的能力、今日読み上げるだけにいたしますが、人間関係形成、社会形成能力、自己理解、自己管理能力、そして課題対応能力、キャリアプランニング能力、この4つで構成されるもの、これは先生方にすでに広く使っていただいていると思います。 でこのような全体的な流れの中でこの基礎的汎用的能力が作られているわけですがまず最初に確認していただきたいことは新しい学習指導要領が目指している生きる力とキャリア教育との関係です。今日でですすすね、ね、画面ののの、右肩にペペーージジ数がが、出てきますがそのページはです、ね、この 熱いこちらの方の方ページですですからもし付箋とかお手元にあるのであれば付箋を貼っていただくことも1つの方策ですしもちろん今日先生方にこちらの資料をお持ち帰りいただけますから後であのでホテルに帰った時にでもあるいはご自宅に帰った時にでも付箋を貼っていただくと便利かもしれません。そのようなことで右肩にページが出てまいりますが基本的にはこの厚い冊子のページです。では確認いたしますが 生きる力とキャリア教育、新学習指導要領では時代を担う子どもたちがこれからの社会において必要となる生きる力を理念として掲げています。本答心は生きる力には社会的職業的自立学校から社会職業への円滑な移行に必要な力が含まれるとした上でその要素を具体的に 具体化して明示することには十分、意義があると述べ中核としての基礎的汎用的能力を提示しましたと書いてありますもうこれはすでに先生方に読んでいただいているものですが重要なことは今回の学習指導要領、ま、ず平成10年版の学習指導要領から継続していますが生きる力を培っていくその生きる力大きく抽象度の高いものですけれどもそれを具体化した場合 どこから具体化するかというと社会的、職業的、自立という観点から具体化した場合これが基礎的、汎用的能力につながってくるんだこれがまず1つの大きなポイントとして確認していただきたいところですでこのように新しい学習指導要領そして第1期の教育振興基本計画この2つの流れを受けてキャリア教育は今先生方に推進していただいているわけですが今回の調査はそのような中で7年ぶりに調査をいたしました。 非常に重要な調査ですので今回の調査につきましては全ての結果を先生方にもホームページ上でご報告しています国立教育政策研究所のホームページを見ていただきますと上の帯のところにですね、センター案内今日はあの先生方コンピューターをお持ちじゃないですし画面で見ていただくしかないんですが 各部センター案内というところがあるんですね、ここをクリックしていただきまして、生徒指導、進路指導研究センターのページに行っていただきますと、このような、生徒指導研究、進路指導研究センターの最初のページになってきます、でそのところで、ですねちょうど真ん中辺ですけれども、進路指導関係、ここを再クリックしていただきますと、進路指導、キャリア教育のページに飛びます。 それを飛んだページがここなんですがそこのちょうど画面の真ん中辺ここに今回の調査結果すべてが載っています先生方のお手元にございますこのピンク色のあの黄色い大きな方にも収録してございますがこれが概要版です。 そしてそのほかにこの概要版も含み込んで556ページちょうどこの先生方がお持ちになっているこの冊子とほぼ同じぐらいの大きさなんですがこのような全体版も載っていますですからぜひあの学校に戻りになってからあるいはご自宅に戻りになってからあの確認していただけたら非常に嬉しく思いますで今日は先生方にですね先ほどからページをお示ししているわけですが太めに書いてあるのがこの太い大きな冊子です そしてこうちょっとその下に書いてあるこの小さい文字で書いてあるのがピンク色の冊子です。この太い雑誌の方にもこのピンク色の冊子が載っているんですが2分の1に縮尺されていますのでこの大きな文字の方が読みやすいというふうなご判断の場合はこのピンク色の方を見ていただいた方がいいかもしれません。 あの先生方にお任せいたしますもういちいち何ページというふうには私の方では申し上げませんが画面で確認していただきながらお手元の資料必要があれば見ていただきたいと思います特に開けていただきたいときには何ページをお分けくださいというふうに申し上げますではこのような前置きを置きまして先に進んでいきたいと思いますで今回の調査ですけれども先ほど来から 今日もセンター長からもご説明ございましたが7年に一度の調査でございます前回は平成17年の2月3月でございましたで今回は平成24年昨年の10月から11月にかけて行いました特に今回は先ほど申しましたようにキャリア教育の推進が大きな課題になっているところから小学校については初めて今回加えております そして学校調査管理職の先生方にお答えいただいている学校調査そして学級ホームルーム担任調査そして児童調査、生徒調査保護者調査卒業生調査このようになっております。卒業生調査につきましては中学校、高校の卒業生のみまた郵送法によっております他は直接的に教育委員会の協力を得て学校にお配りしまた学校から直接教育委員会を経て返していただくようなそういう状況でございました。 さて、今回の調査の数ですけれども公,、えー、公立の小学校、中学校先生方ご存知のように大体日本では約小学校が2万校中学校が1万校ありますが小学校、中学校につきまして約5%の抽出です。 高等学校につきましては学科が多様なので5%だけですといろんな学科のバランスが見えませんですので高等学校全体で5 3 0 0校ございますけれどもそのうちから約1000の学校にご協力いただきましたですから高等学校の抽出率は高いんですねそして回収率ですけれども約 99%100% ほとんどの学校から返していただいていますただ学級担任調査クラス担任調査の中括弧で括ってありますが実は秘密がありまして 特に小学校なのですが各学校2クラス最高学年でご協力いただいているわけですけれどももともとクラスが1つしかないよそういう学校につきましてはその学級のみですただランダムに学校を選んでおりますのでどの学級が単学級なのかどの学,年学校が2つ以上あるのかをこちらでは把握していません。でですののの配布したものの数から 回収率を出しておりますので学校の回答率を見てまいりますと、ほぼ全ての学校からご回答いただいているのではないか。か卒業生調査につきましては郵送ですので、やはりちょっと回答率は低くなっておりますが、それでも十分なあの回数は集まっているのではないか、そのように考えております。ですから、多くの教育委員会の先生方、今日お座りの先生方も、また一般の学校の先生方もご協力いただいたことに心からお礼申し上げたいと思います。さてこのような 大規模な調査7年に一度の調査ですけれども今回いろんなことが分かりましたまず先生方にまずご報告したいことがございますご報告というよりもお礼を申し上げたいことがありますこちらをご覧ください先生方にです、ね、キャリア教育の推進に関する認識今回全国の先生方で聞きましたけれどもまず一般のクラス担任の先生方97%を超えてどの学校種でも大体知ってるよ聞いたことがあるよというふうにお答えいただいています たった7年,か7年ですけれども、7年前には知らないよとおっしゃる先生方が約6割いらっしゃいました、知ってるよとおっしゃる先生方は4割弱です、これが7年間でこれだけ増えた、先生方がキャリア教育に対して熱心に取り組んでいただいたことがよくわかるデータです。ただこれからの課題 早々な課題ですけれども保護者の皆さんはキャリア教育ああちょっとなーっていう方がまだ3割程度いらっしゃいます特に高等学校ではその程度が多いということが高等学校では聞いたことがあるという程度が多いということが分かりますが小学校ではまだまだこれから保護者の皆さんに分かっていただくところかなそんなところを感じました。次に 推進体制ですが学校種によって大きく違うということも今回の調査によって明らかになりました先生方のお手元の435ページにはですね一部しか載っていませんけれども画面の方をご覧くださいまず上半分ですけれども推進体制が、まあ、誰が中心になってどういう人がやっているのかということなんですが 山吹色ちょっとオレンジがかって山吹色になっているところはキャリア教育に関わる担当者が中心となっており特に組織は設けていないつまり誰か個人が校長先生への依頼を受けたりあるいは何らかの慣例によって担当はしているんだけど組織的にはなっていないよそこが特に小学校が多い41.6%です中学校、高等学校は特に組織は設けていないという学校は逆に少数派なんですね。 でその中学校、高等学校で特徴的なのが進路指導に関わる文章組織と兼ねた組織すな,りすなわち進路指導係であったり進路指導部であったりそういったところが中学校、高等学校ではキャリア教育を担当してくださっているということが分かります。 今度はその担当者がその学校で何年目の担当になっていますかということをお聞きしているんですが今度は義務教育段階小学校、中学校で共通性が見えています小学校、中学校では今年初めて担当しましたという方が約4割ですが高等学校では今年初めて担当しましたという方は4分の1しかいらっしゃらず一番多いのが2年目から3年目という方でした。 こういうい調査結果を他の調査結果とちょっと合わせて見てみたいと思います今日残念ながら先生方の熱い冊子にもです、ね、載っていないデータになってしまうんですが画面の方で確認していただくしかございませんけれどもこちらの調査がございます。 先生方のお手元にはですね、実はこれの概要版しか載っていないので厚い方を見ていただいても今からご紹介するデータは載ってこないんですけれども学校が社会と共同して一日も早くすべての児童生徒に充実したキャリア教育を行うためにその端末資料、これ文部科学省が行った調査でございます全国の学校の5%抽出でございますけれども平成22年度中に行った職場訪問や職場見学あるいはインターンシップ等ですね 主に相手方の職場、企業等との交渉、連絡、調整を行うのは誰ですか次のうちから当てはまるものを1つ選んでくださいつまり、キャリア教育の一環である体験的な学習企業における体験は誰が交渉役をしているんですかということを聞いているわけなんですけれども。 小学校ととと中中学学学学学校校校校校高等をを見ててままいりますすす小小が突出して同じ傾向を示すんですね小学校も中学校も職場訪問や職場見学を行う学年の担当者が他の選択肢を全く寄せ付けずダントツ1位になっていますつまりキャリア教育の一環である職場体験や職場見学は小学校、中学校においては学校行事になっているのではないかこういうことがこのデータからは読み取れる話です。 ということは、今申し上げたこのデータもう付け加えて考えますと、まず課題の一番目が浮かび上がってくるように思います。こちらです。まず小学校ですけれども、キャリア教育推進のための係や公務文書等の校内組織が未整備の学校が多い。多くのケースではお一人の先生が古文奮闘なさっている。こういう状況からまず小学校は変えていく必要があるだろう。で中学校の場合は組織はある。 しかも、その組織は進路指導部等と重なっている場合が多いしかし、その組織は必ずしもキャリア教育の全体を請け負っているわけではなくキャリア教育の大きな柱の一つである職場体験活動は2年生の学年行事となっている可能性が非常に高いこの2年生のというのは後で説明いたしますが職場体験の実施学年の中心が全国的に見ますと2年生です。ですかららおそらく年年生の学年行事になっている つまりキャリア教育を担当する部署はあるんだけれども職場体験だけは別扱いになっていて系統的なものが行われていない可能性があるということですねもう一つ言えることは中学校では1年交代ですまた今日はご紹介しておりませんが中学校では特に進路指導部と重なっておりますのでその進路指導部を取りまとめる方は誰か。 進路指導指示は誰かという調査の結果を見てみますと多くの中学校の場合3年生の学年団から選出されることが多いというふうに,結果になっておりますそこから考えますと現在では進路指導部そしてキャリア教育担当は3年生の学年団しかし職場体験活動はそれとは別に2年生の学年行事つまりキャリア教育全体がトータルで見通す組織にはなっていない可能性があるこれが中学校の課題かもしれません。 ここから小学校中学校全体の課題というのはまず見えてくると思いますそれではデータに戻りますデータに戻りますが今度は全体計画の作成状況について見てまいりたいと思いますまずこの全体計画ですが小学校中学校高等学校とも非常に高いんですね今回作っておりますでは8割を超えたものには背景ピンクにしておりますが特に中学校では全体の8割以上の中学校が計画があるとおっしゃっています ただ、その中で特に弱いところはどこかと言いますとこのブルーのところこれは全体としてみて弱い傾向がある特に何パーセント以下何パーセント以上ということではありませんが全体としてみてバランスがちょっと崩れているなここ弱いなっていうところはブルーにしてありますそこをご覧いいたただきたいんですがまず小学校、中学校高等学校とも共通して言えるのはキャリア教育の成果に関する評価計画。 例えば、キャリア教育のアンケートやポートフォリオ等が全体計画の中に入っていないつまり評価のところはずいぶんちょっとまだまだだなというのが小学校、中学校、高等学校と共通してわかります一方で高等学校が若干他の学校誌から見て弱いなと思われるのが実態の把握です、今どうなっているのか例えば子どもたちの実態がどうなのか保護者の皆さんの願いがどうなのか先生方の願いがどうなのかつまり今、 今、子どもたちがここにいてこれからどうしたいかという議論をしなくてはいけないんですが今、子どもたちがどうなのか今、保護者が何を期待しているのかそういうところを把握するところが高校の先生方は若干他の学校誌から見るとちょっと弱いかなということがここから読み取れますさてこれが全体計画の状況ですけれども次に年間指導計画を見たいと思います。 全体計画はご覧いただきましたように小学校、中学校、高等学校とも特に中高では多く作られているわけですが全体計画にな年間指導計画になりますと小学校では若干作っていない学校が半分を超えてくるようになりますしかも作っているという中学校、高等学校でもですね各教科におけるキャリア教育については3割程度しか入っていません。 つまりすべての教育活動を通して行うキャリア教育なのですが各教科を通してやるようとなると中学校、高等学校は途端に弱くなる一方で小学校は72.2%ここで小中高の差が出てきますねまた逆の意味で小学校ではキャリアカウンセリングについてはほとんど年間指導計画の中には入ってきていません。一方で 小中高共通して高いのがキャリア教育に関わる体験的な学習インターンシップであるとか職場体験、職場見学あるいは総合的な学習の活用学級活動やホームルーム活動の活用こういったものは進んでいるなということが分かります特に注目したいのが小学校におけるキャリアカウンセリングのまだまだの課題それから中学、高校におけるすべての教育活動とはいえ強化を通したところの弱さ こういったところが見て取れるようです。さてそれをまとめてみますとこんな感じになります。指導計画を立てる上で重視したことなんですけれども、こちらご覧ください。高等学校、ちょっと色が変わってオレンジ色っぽい会見になっているんですが、このオレンジ色につきましては議論を要するという意味で作りました。なぜ議論を要するのか、ちょっと戻しますね。ちょっと画面見にくくなってしまいますけれども、先ほど見ていただいたところで全体計画を立てるときに、 実態、生徒の実態や保護者の実態や教師の願いは高等学校であんまり重視されていない可能性があるよというお話を申し上げましたがただ、先生方で重視したことはどこですかというふうにお聞きすると生徒、児童・生徒の実態や学校の特色生徒の実態を把握し計画に反映させることとということが高等学校では他の学校種より高いんですね実際にはなんかまだ入っていないんだけれども気持ちの上ではある。 ですから私はこれはプラスに捉えたいと思います高等学校の先生方はお気持ちはあるんだただ、なかなかそれが実行までしてないんだということがここからわかりますまた、言えることは中学校でやはり体験活動先ほど長田先生からもご指摘ございましたが一番新しいデータでは全国の98%の中学校で職場体験をしておりますそういったところから体験活動を重視するということが特に中学校、高等学校その中でも中学校で重視されているということがわかります。 先ほどと同じ結果ですけれどもキャリアカウンセリングを取り入れること小学校で非常に立ち遅れていることがここからも分かりますし取り組みの改善につながる評価やはり全体計画と同じように年間指導計画でも評価のところはまだまだだなと思いますそれからもう一つ注目したいのが卒業生への追指導つまり卒業した後の子どもたちのフォローアップこれが中学校、高等学校ともあまり充実していないな,いないなということもここから分かるところです。 さて今申し上げたような全体計画、年間指導計画そしてその計画を立てる上で重視したことそこから出てくる課題が課題の2としてまとめられるように思いますまず言えることは小学校の全体計画年間指導計画計画作りが喫緊の課題ですここれは小学校の課題とととししてて全体として言えることです。 また、作っていらっしゃる学校を見ても小中高に共通して PDCA サイクルの確立を前提とした指導計画作りが必要だと思います特に PDCA の C、チェック、評価ですねやったら振り返るその振り返りができていないつまり評価改善のもとになる評価がされていない言葉は悪いですけれども一生懸命やってやりっぱなしの学校が少なからずありそうだというのが今回の結果です。 なぜそうなったのかここから先は私の推測も入ってきますがもしかするとこんなことかなと考えていましたまずは目標が具体化していないのかもしれませんよく先生方はキャリア教育は評価が難しい評価しろって言われてもねとおっしゃいますでも本当にそうでしょうか評価というのはもうこれ釈迦に説法ですが目標に対して どれだけ近づいたかともうこれはどの評価をするのもそうです目標に対してどれだけ近づいたかでそのどれだけ近づいたかの評価がしづらいということは根本を正すと目標自体がもしかしたら薄ぼんやりしちゃってるかもしれないそれが一つの課題かもしれないんですねつまり目標自体がその達成度合いの振り返りを困難にしている評価困難な 言葉はあまり良くないですね美辞イ句を目標としていることがキャリア教育の評価は難しいと誤解を生んでいる可能性があるかもしれません例えば、生き生きと光り輝く子どもの育成大きな夢を描く子どもの育成たくましく未来を切り開く子どもの育成例えば、生き生きと光り輝く子どもの育成どんな状態になったら生き生きと光り輝くか。 ななかなかこれ判断すするここと難しいですこの目標がどれだけ達成できたかさあ評価しましょうと言ってもあまり評価はできないまたたくましく未来を切り開く力の育成決して目標としては悪くないですですから私いつも言うのはスローガンや心がけとしてはどこも比がないですよねスローガンや心がけとしては全然悪くないただ PDCA を回しましょうという前提で目標というふうに言ってしまうとたくましく未来を切り開くとか 生き生きと光り輝くというのは目標として PDCA サイクルは初めから考えられてないのかもしれないですそこのところに先生方今回ちょっと気持ちを向けていただくと嬉しいなと思いますですのでそういうふうないわゆる心がけスローガンに終わってしまっている目標が多い可能性があるので キャリア教育のの成果果や結果の評価を行っていない。なつまり、何のためにやってたんだっけこれって何のためだっけっていう,ふうな、さら先生の言葉を借りると統一感を持った先生方が共通理解を持った取り組みにはなかなかならない例年通りやりましょう去年の通りやりましょうここずっとやってるからいつもの通りでいいですねっていうことになっているかもしれませんそうするといつの間にか形骸化してしまう。 何のためにやってるかわからないけど毎年この時期には職場体験行くよね毎年この時期には社会人公はあるよね毎年この時期には大体みんなで将来の私っていう手作文書かせるよねそういうことになってしまう。 そうすると結局はやりっぱなしになり例年通りでいいよねということで形はうまくいくのでまた目標の見直しをするつもりもなくなってしまうそうするとここに悪循環が生じるのではないかそんなふうなことを今回の結果はちょっと考えさせられるそういうふうに思いましたさてもう少し具体的に小学校中学校の課題高等学校の課題に迫ってみますと小学校ではまずは 先ほどご覧いただいたようにキャリアカウンセリングの正しい理解が必要ではないかこれを定着することがまずは小学校の課題かもしれません今日教育委員会の先生方義務教育の担当の先生方たくさんいらっしゃっていると思いますがぜひこの点を頭のどこかに置いてお帰りいただきたいと思いますそれから中学高校では先ほどご覧いただきましたように特活や総合道徳は頑張っている。しかし教科は 脇に置かれてるんですね教科を通したキャリア教育を全体計画や年間指導計画に入れている学校は極めて少ない状況ですそれでは参考資料ご覧入れますまず小学校のキャリア教育ですがこれは平成21年の3月 452ページ、これはもう本当に小学校の先生方苦労なさっているようなので開きましょうかせっかくですから452ページ開いて現物、こんなのがあったな昔こんなの学校来たなと先生方思い出していただきたいんですが452ページ開きながら画面もちらちら見ながらちょっと読ませていただきます。読みします。 キャリアカウンセリングという言葉から中学,中学3年時、高校3年時に行われる卒業直後の進路決定の相談を思い浮かべるとしたら、小学校ではほとんど実践する必要はないでしょう。実践に入る前にキャリアカウンセリングを正確に理解しておくことが大切です。 学校におけるキャリアカウンセリングは発達過程にある一人一人の子どもたちが個人差、特徴を生かして学校生活におけるさまざまな体験を前向きに受け止め日々の生活で遭遇する課題や問題を積極的、建設的に解決していくことを通して問題対象の力や態度を発達させ自律的に生きていけるようにす支援することを目指しています。これはキャリア教育の目標と同じです。ただ、キャリアカウンセリングは対話 つまり、教師と生徒、児童生徒との直接的な言語的なコミュニケーションを手段とすることが特徴です。小学校でのキャリアカウンセリングの実践は、講義と協議の両面から考える必要があります。講義の実践とは、小学校がこれから続く学校生活の基盤として、学校や教師への信頼、そして学ぶことへの喜びを体験する大切な時期であるという認識に立って、教師がそれぞれの子どもの、 存在,の存在を尊重して温かい人間関子どもたちとの温かで教育的な人間関係を築くためには教師は一人一人の子どもとのコミュニケーションを図る能力を向上させることが不可欠となりますまず日々のコミュニケーションそしてそれの向こうにある社会的な自立中学校や上の学年に一生懸命頑張っていこう楽しみだなと思えるそういう気持ちを培っていく大きな意味での キャリアカウンセリングになっていくわけですねそれでは教義の実践に行きます教義の実践とは子どもたちが新たな環境に移行したり未体験の学習課題に取り組む際には不安も大きく問題を引き起こし起こしやすく新たな課題の環境や課題に勇気を持って取り組めることを目的とした個別支援のことですキャリア発達支援そのものと言えるでしょう例えば小学校1年生では初めての学校生活に不慣れなために 小学校1年生では初めての学校生活に不慣れなために課題や問題を経験する時期ですしどの学年でも学年始め学期始めや学年末学期末には新学級や新学年への適用で問題を経験する時期です。 特に6年生は中学校進学という大きなステップを乗り越える準備の時ではあるので中学校は勇気を持って進めることを目指した個別支援は不可欠ですですから広い意味での将来に対して不安があるとかではなくより直接的な今の適応指導そして進学するための不安の解消 そういいったものののに対してて焦点を持つのが教義の主導だと言われていますこういった観点からすれば小学校においても一人一人一人への言葉を通したコミュニケーションを中核としたキャリアカウンセリングが重要だということはお分かりいただけるのではないでしょうかそれでは次に中学校高等学校の特に課題であるところのすべての教育活動を通した実践について振り返りたいと思いますこれれは先ほどどご覧いただいたただ画面ですけれども 1> 第1期の教育振興基本計画を踏まえて中央教育審議会答申が出ましたこの中央教育審議会答申の中で基本となる8つの方策というのが言われています基本となる8つの方策今日は全部読みませんが一番上の2つだけここだけ確認しますこれは小学校中学校高等学校そ,れその他の学校段階すべて含むものですけれどもまず読みますね各学校におけるキャリア教育に関する方針の明確化 初等中等教育,教育段階ではキャリア教育の全体計画やそれを具体化した年間指導計画を作成している学校が少ないという指摘があり、まあ、これ、平成23年の段階ですからここ数年間でずいぶん増えているこれは先ほどご確認いただいたとおりですが決して少なくないわけですけれどもそれでもしていない学校があるですので子どもの発達段階に応じた課題やそれぞれの地域や学校の実,実態等を踏まえキャリア教育の指導計画を作成することが必要だ。 こここれはもう特に小学校の課題としててままだ残っていすすすよねここから先でで番目です各学校への教育課題の位置づけここで留意すべきはキャリア教育はそれぞれの学校段階で行っている教科科目等の教育活動全体を通じて取り組むものであり単に特定の活動のみを実施すればよいということや新たな活動を単に追加すればよいということではないということである。 また、各教科等における取り組みは単独の活動だけでは効果的な教育活動にはならず取り組みの一つ一つにおいてその内容を振り返り相互の関係を把握したりそれを適切にあ敵が抜けてます、ね、適切に結びつけたりしながらより深い理解へと導くような取り組みも合わせて必要である。ここれれ重要なことですけれども上から2行目目教科,科目等の教育活動全体を通じてつまり特活も それから総合も道徳もそして教科科目も含めた教科科目等ですよね、すべての教育活動を通して行うのがキャリア教育です。この話をすると多くの先生方の表情がぷっと暗くなりますがここにいらっしゃる先生方はご存知の通りこの方針はかつて進路指導、今でも進路指導と言いますが進路指導の時から微塵も変わっていないですよね。昭和30 50年年代から軽く50年以上 新都指導もすべての教育活動を通して行うキャリア教育もすべての教育活動を通して行うハードルの高さは1ミリも変わっていないただこれが進路指導という間はどうしても達成できなくてもいいかな先ほどのお皿先生のお話でありませんけれども目の前のハードルを飛び越させることに集中支援をしてきたのでとりあえずそれは脇に置いちゃっていいかなと思っていましたしかし本格的にキャリア教育を始めようとした時に子どもたちの学びを 身近にに引きつけるる力を子どもたちに提供するまさに長田先生がお話しくださった社会科や政治経済音楽そして受験指導そのものそういったものが子どもたちからキャリア教育と切り離されて考えるとしたらこれはこの2番目の大きな柱に背くことになるこの2番目の柱を台無しにしてしまうことになるのではないでしょうかさてこののよううにどうしたらいいのか。 話としてはその通りだ教育活動全体でやるのは分かったじゃあどうしたらいいのかということにつきましては先生方のお手元のこのパンフレット出していただきますと非常に助かりますもちろん大きな冊子の166ページにもありますが今日は先生方現物をお持ちですのでぜひお書きください何ページかといいますと開いていただくのはこのパンフレットでていきますと6ページ、7ページここですねべての教育活動でおいてやるといった場合 そのの教育活動を見直す視点というのは4つあります1つは教育内容に関する視点ですねそれから指導方法に関する視点生活や学習の習慣、ルールに関する視点そして体験的な活動に関する視点です例えば内容に関する視点家庭科で男女共同参画社会男女共同の子育てやってますよね公民科で労働者の権利と義務やるじゃないですかまさに内容です。 国語や英語である人に注目をしその方の生き様を扱う単元ありますよねいくらでも探すとたくさんあります指導方法に関する単元これはありますね例えばグループディスカッションであったりパネルディスカッションであったり共同作業であったりさまざま見つけることができます学習や習慣のルールいついつまでにこの話し合い終わるよこの書類はいついつまでに提出だよ先生方日常的にやってらっしゃいますそして体験的な学習 社会科等あるいは職場体験活動も含めてさまざまなチャンスがあるこういった4つの視点で見回しますと教育活動全体にキャリア教育の断片つまりキャリア教育として使える宝物がたくさんあることが分かりますそしてこの宝物をつないでいくんですねつないでいくのがその次のページ先生方に今開いていただいている8ページ9ページですこの8ページ9ページにはつなぐというところがあります例えば いろんな視点で見ていきますといろんな断片や宝物が教育活動の中にはあるしかしその教育活動一つだけでは子どもたちは見えないんですねそれをつないでいくこれってこの前の時間やったこれと同じだよね同じことやってるの気づいたなんとか先生のこの授業でやったこととなんとか先生のこの授業でやったことと今やったこと共通点があるよねグループディスカッションだよね何がポイントだった先生方どういうこと言ってた それってこの授業でも重要だよねそういう発言が出るか出ないかあらかじめ誰がどのポイントで何をやっているのかこれを把握しているからこそそういう発言が出るつまり年間指導計画があるからこそそういう発言で子どもたちが自分でやっていることが分かる学習がつながっていく。 長田先生とのお話との共通点が見えていただいたかと思いますがつながっていくことが重要なんですね、そのつながりがこちら側が分かっているだけではなくてあちら側、つまり子どもたちもなるほど、そうかこういうことだからやっているのかでたまに、学活の時間やあるいは総合的な学習の時間などで学びを振り返り 今までずっと君たちがやってきたこういうつながりのある学習それは学校の中だけじゃなくて社会にもつながっているようなんていう話をすると子どもたちは今までの学習の価値を再評価することができるやはりそれはこちら側が断片をつなごうという意識がなければつながらないですよね先生方ぜひこれは各学校にお配りしてあります また私どもあの私どもではないですね、もう私は全然外部の人間ですが、国立教育政策研究所のページから、この PDF をダウンロードしていただくことができます。ですから、ぜひ、このパンフレットをお使いいただきたいと思います。さて、このようなさまざまなキャリア教育の宝物や断片。 これをどう見ていくのかということにつきましては小学校、中学校、高等学校の手引き同じようなことを言っていますが高等学校の手引きこれも重要なところですからもしよろしければ347ページ開きながらお,お話を聞いていただきたいと思うんですがキーワードがございます。闇雲に頑張らないということがキーワードなんですね。このパンフレットでお示しし,し,て,示しておりますようにキャリア教育の視点で教育活動を振り返るといろんなものが見えてきます。 例えば、キャリア教育を通して育成する基礎的汎用的能力の1つである課題対応能力には情報を正しく理解するための能力が含まれるがこの力を育成する機会となりうる教育活動は数多い。 国語総合の読むことでは文章の内容を序実に即して的確に読み取ることは主要課題の1つであるし地理 A、地理 B における地図の読図や衛星画像、空中写真の読み取り理科の各科目における観察や実験の過程での情報の収集や実験データの分析解釈などもその具体例となろう。 また授業中に晩出された課題文を正しく読み取ることまでも視野に収めれば情報を正しく理解するための能力の育成に寄与し得る教育活動は文字通り無数にあるもうこれはご理解いただけると思いますたくさんあるんですね、ね世の中にいっぱいあるもうそれは教科の中にもいっぱいあるんです。 キャリア教育の実践の機会となり得る単元や教育活動を広く見出しそれを列挙することは教科を通したキャリア教育の年間指導計画の作成にとって有効な基礎作業の一つであるがこのような作業によって挙げられた膨大な数の単元等を例えば一覧表形式に整理したとしてもそれをそのままで指導計画として見なすことはできないここが何しろ一番重要なんですねいわゆる先進校と呼ばれているあるいは指定地域と呼ばれている学校の一部がここに 陥っっっててししままいいるるケースがあありすすす探出とぱんですキャリア教育の宝物は教科にも、特活にも、総合にも道徳にもいっぱいあるそれを全部見つけて全部書き出すとやたらすごい細かな一覧表ができますよねそれを事例発表会で聞くと聞いている方は安泰た,たる気持ちになりますえー、キャリア教育ってこんな大変な表を作るんなきゃなんないのこんな大変なのめんどくせえと思いますめんどくせえと思うだけではありません。 そ疲労を疲労困憊して作業をしますから何十時間もかかりますからその表を作り上げることが一つの達成感到達感を生むんですしかもその表はもう網羅的に拾い出していますから学習指導要領が変わるまで何年でも使い回しができる要は平成何年度というところを変えれば毎年毎年何も手をつけずに毎年毎年最新バージョンとして使えるんですね 目の前の前子供をほったらかしで表だけが一人歩きをするしかもその票はキャリア教育の実践の機会として活用しうる可能性が高い場の羅列に過ぎずキャリア教育の一環としての教育意図に基づく指導実践の計画にはなっていない可能性が非常に高いです。 また洗い出しの可能性を丹念にすればするほどキャリア教育の断片となりうる機会はほとんどすべての教育活動に見出されることとなりこれまで通りの教育のままで良いという誤解を助長する結果にもなりかねないこのところをぜひ先生方ご理解いただきたいと思います洗い出しは重要です洗い出した結果目の前のこの子たちにあこの単元でこれを伝えたいよねなぜなら私たちの学校ではこういう力をつけたいということをみんなでこれは決めたことだから。 この力をつけるためにはこの単元見逃しておくのもったいないよねじゃあこれを心を込めてやろうよそういう共通理解を作るために洗い出すそしてそういう共通理解ができたものを一覧表に載せていくですから初年度の一覧表はすかすかでいいと思いますやってみてああやっぱりみんなで共通理解して心を込めて子どもたちに伝えると伝わるよねじゃあ来年もうちょっと増やしていこうかね そういうふうに思って2年目、3年目とだんだんに増えていく、そして学校らしさが出てくる、そういったものがもしかすると年間指導計画なのかもしれません。そういったものとしては先生方にはすでに手引きをお渡しでございます。 先生方の一番学校関係近い段階だけ開いて場所だけでも確認してみてください小学校の先生方は175ページ中学校の先生方は239ページ高等学校の先生方は311ページですそして目次を見て,見,て見ていただきたいと思いますそれぞれの目次にはそれぞれの教科具体的に挙げられてこんな視点でこんな風にキャリア教育をやったらいかがでしょうかという提案がたくさんあります。ぜひ 今日ホテルに戻られて、あるいはご自宅にご自宅に戻られてあるいは？週明け学校に戻られてから、このパンフレットをぜひ確認していただきたいと思います。さて、調査結果に戻ります。そして、このようなキャリア教育全般ですけれども、その通りだもあると思う。現状、うちの学校を振り返って、うちの学校そうだなと思えるという現状。 やはり先生方がそうじゃないなと思っているのはやっぱり評価のところですね評価のところは計画にもなっていないし難しいと思っているし実際できていないなと思われていますただできているぞというのはやっぱり体験的なところですよねそして子どもたちがキャリア教育を通して学習欲が高まっているというのも学校段階によってばらつきがありますがある程度の先生方が実感を持ってきていただいていますただ注目しななくてははいいけないのは 上からら分の1くらい、教員はキャリア教育に関する研修などに積極的に参加し指導力の向上に努めているこれが小学校、中学校、高等学校とも非常に弱いここのところはやはり大きな課題かもしれませんキャリア教育の全般から見てここが大きな課題課題としては3番目として挙げてもいいように思いました。まず、 指導士の先生方教育委員会の先生方都道府県市町村単位での教員,教員研修機会の充実をぜひお願いいたしますまた学校の先生方先生方が中核となって校内研修を開いていただきたいと思いますその時にお願いしたいのは明日からすぐ使えるノウハウこれは皆さん欲しがりますですからぜひそれもやっていただきたいんですがでも先生方なぜそれが必要かなぜそれをやらなきゃいけないかそこを先生方にお伝えいただきたいと思っています 先生方はプロですなるほどなそういう必要性があるのかそういうメリットがあるのかうちのこの子たちにとって必要なんだなと思えば皆さん動きますそれが伝わらずにこうやりましょうこうやるといいですよこれが手順ですというふうに言うとそれは形骸化するですから今日長田先生からご説明いただいた概要説明あのポイントをもう一度反芻していただいてなぜ必要なのかお考えいただきたいと思います言うまででもないことですが 学校教育の成否は幼児、児童、生徒の教育に直接携わる教員の資質に負うところが極めて大きくこれからの時代に求められる学校教育を実現するためには教員の資質能力の向上がその重要な前提になるこれは国の大きな方針ですそういった意味では先生方に教員研修の機会をぜひ設けていただきたいと思います そ,そんな意味でキャリア教育の重要性、今一番新しい動きを先ほどの長田先生と重複いたしますしまた、明日後藤総括研究官からもお話がございますけれども第2期教育振興基本計画の閣議決定に向けた大きな動きをご紹介申し上げたいと思います閣議決定申し上げたと思いますけれどもその前提になる答申が今年の4月25日に出されましたその答申の中で全で、ね、文がございますちょっと長いのですが拾い読みをします 今まさに我が国に求められているものそれは自立共同創造に向けた一人一人の主体的な学びである自立共同創造ですね二段落にいきます グローバル化の進展などにより世界全体が急速に変化する中にあって産業空洞化や生産年齢人口の減少など深刻な諸課題を抱える我が国は極めて危機的な状況にあり東日本大震災の発生はこの状況を一層顕在化加速化させたこれらの動きはこれまでの物質的な豊かさを前提にしてきた社会のあり方人生のあり方に大きな問いを投げかけている人生のあり方に大きな問いを投げかけている少し飛ばします そのためには一番下ですが多様性を基調とする自立共同創造の3つがキーワードとなる次に移りますそして教育こそが人々の多様な個性能力を開花させ人生を豊かにするとともに社会全体の一層今後一層の発展を実現する基盤である人々の多様な個性能力を開花させ人生を豊かにするつまり人生を豊かにすることが 教育の大きな課題であるということを今ここで再確認されているわけですね人格の完成を目指すといいますがそこは学校を巣立った後の人格の完成です学校の中だけで守備よく成績よくいることだけが子どもたちの課題ではありませんそしてこの第2期教育振興基本計画では4つの柱を立てています社会を生き抜く力の要請これが丸1であること これもぜひ先生方にお気づきいただきたいと思います今後の5年間の大きな課題は社会を生き抜く力の要請ですこれについては先生方にぜひご記憶に留めていただきたいそういう中で今回教育振興基本計画では4つのビジョン8つのミッション30のアクションというのを挙げています先生方のお手元の資料小さくてです、ね、文字が読みづらいと思うんですがちょっと画面の方で確認します8つのミッションがあるんですが例えば8番目 一番私に近いのでここを挙げますが、五条・共女による活力あるコミュニティの形成、赤字を読みます、全学校区に学校と地域の連携共同体制を構築、コミュニティスクールを全公立小中学校の1割に拡大、重要なことです、とても重要なことですが、先生方、お一人お一人の力でできることではありません、やはり教育行政や教育機関教育行政団体としての、教育政策としての課題だと思います。 そういう目で見ますと8番目は教育行政や教育政策の課題6番目、経済状況の格差の縮小というのもまた学校建築の耐震性の向上というのも教育行政や政策の課題です6番、7番、8番あたりはそうですねで5番目、大学の国際的な評価の向上であるとか留学生の数の向上これも重要なことではありますが国全体としての教育政策の課題です。ですから5 6 7 8は とても重要でありますが先生方お一人お一人が頑張ることではないんですねとしますと1234たりが重要になってくるまさに社会を生き抜く力の要請ですしかしその中の2番これはよく見ていただきますと格好書きで大学からと書いてありますから小中高等学校段階から見るとちょっと弱いということは先生方お一人お一人の方にかかってくるのは1番3番 4番にななるんではないかと考えますこの1番3番4番お一人お一人の先生方の肩にかかってくる部分のみをくぬき出しますとこうなりますどううでしょうか先ほど私冒頭でキャリア教育の基礎的汎用的能力というのは生きる力を育成するための焦点化した能力だと申し上げました。 共同創造これは第2期教育振興基本計画全体を貫くキーワードですがその中に自立という言葉がありますそして共同人間関係形成社会形成能力共同ですよねそして4番目社会的職業的自立に向けた力の育成まさにこれは4番目はキャリア教育と言ってもいいでしょうつまり先生方お一人お一人が今後5年間で心を込めてしていただくことの中にはその根底に 停留にキャリア教育の充実という課題が大きく浮かび上がってくるのではないかと思いますそういった中でキャリア教育をまさに国としては重視しており先生方にはその観点からご協力をいただきたい心からそう思いますさてそれでは調査結果の方に戻ります 今度は体験活動の充実を見てみたいと思うんですが中学校、高等学校に焦点化します一1年生、2年生、3年生とありますが1年生、3年生ではやってないという学校が非常に多いんですねやっている学校は中心は2年生ですただ、見ていただきたいのは中学校では3日間というのがピークで32.7%でも高等学校はピークが0日39.2なんですね。もちろん 2日、3日というのは36.9で後に置いてあの後からついてきますがやっぱりやってるよと言っても中学校は非常に自施率が高い高等学校はやってるんですがまだまだやっていない学校が多いということがここからわかりますただ、ピークは2年生なんですねそして体験活動の評価ですけれどもこちらご覧ください。保護者調査そして卒業生調査とも非常に高い割合で有意な学習だと言っています。 高等学校で有意義な学習だと言っているが子どもたちが保護,者保護者が8割を切っていますが実際やっていない高等学校が多いので有意義かどうかわからないという保護者が17.3%いるですからこれはやっていない高校の多さだということにもなるかもしれません卒業生については経験したことがある卒業生にだけ聞いていますので経験したことがある卒業生は中学校卒業生も高等学校卒業生も8割以上が有意義だと言っているんですね。しかも 卒業生のうちあなたは在学中自分の将来や生き方の進路について考えるためどのような体験活動を実施してほしかったですかというものに対して職場体験、就業体験、インターンシップを上げる率が高校生の卒業生の41.4%を占めています実はこれは数ある選択肢の中で一番多いんですつまり保護者も卒業生もインターンシップいいよね職場体験いいよねもっとやりたかったよね 中学生の卒業生がもっとやりたかったというのが低いのは98%実際実施されているということにも反映されているのかもしれませんこういった体験活動への高い評価があるということはやはり特に高校の先生方にお伝えしたいなと思いましたそして基礎的汎用的能力を高める指導なのですが多くのバランスが取られているんですが小中高で若干低いのが 課題対応能力に関しては若干実践が低いんですね例えば、調べたいことがあるとき自ら進んで資料や情報を集め必要な情報を下選択すること起きた問題の原因解決すべき課題はどこにありどう解決するのかを工夫することこういったものに対しては先生方もあまり中心的には指導をなさってくださっていませんし児童生徒も日常的にできていると答えていません。しかしか保護者の期待は高いんですね 小学校ではキャリアプランニングのところが低いのですけれどもちょっと見ていただくと低、中、高と大きく学年段階によって実施率が変わっているのがわかりますつまりやはりこのキャリアプランニングに対しては低学年ではまだまだ十分ではないけれども高学年の先生方はやっていただいているなということがわかりますただ小・中・高を共通して言えるのは他の基礎的汎用的能力から見て課題対応能力のところが若干弱い ということがわかりますただこれには理由があるんですね課題対応能力というのは基礎的汎用的能力の一つ前4領域8能力においては十分に意図されたものではありませんでした これはさまざまなパンフレットのライズが載っているので先生方ご覧いただいたと思うんですが何を言っているかと言いますと4領域8能力では基礎的汎用的能力の重要な要素である課題対応能力の育成について必ずしも十分な具体性を伴って提示されてこなかったということがございます4領域8能力においては計画実行能力や課題解決能力が求められていたここの文言からすると課題対応能力にほぼ等しいんですがしかしよくよく読みますと。 自らの将来の生き方や進路との関わりを重視した実行力や課題解決の力の育成の力点が置かれており日々の生活の中でのあるいは職務実行の中での課題解決とは若干ずれていたこのズレがやはり現在の指導の弱さを生んでいるのかもしれませんまた基礎的汎用的能力は4領域8能力と大きく重なってはいますけれども例えば自己管理 ストレスマネジメントや忍耐力についてはあまり重要視してこなかったこの若干の違いですがそういったところをもう一度先生方にご覧いただいて頑張るべきところを焦点化して頑張っていただきたいそういうふうに思いますさてこれまで全体的な話をしてきましたが今度はちょっとだけクロス集計問いと問いの間の関係を見たいと思います まずこれは先ほど大沢先生にご紹介いただいたところになりますがもう少し詳しく説明しますとまず先生方、管理職の先生方に先生,が先生の管理職をやってらっしゃる学校のキャリア教育の指導計画どういうところを重視しながらどういうところを充実させながら指導計画を立ててますかということを聞いています例えば拾い読みをしますと児童生徒の実態、学校の特色、地域の実態を把握し計画に反映させることであるとか 真ん中辺ですが取り組みの改善につながる評価を実施することですとかあるいはキャリアカウンセリングを取り入れること、まあ、重視すべき項目というのを挙げているんですねでこの小中高を共通の重視すべき項目のうちうちは重視しているよという数,数で見ました分類の種類ではなくて数でいっぱい重視しているよと言っている学校を公、まあ全国平均だなというところを中群 全国平均よりも少ないなあまり重視している項目があんまりないよ計画はあるんだけどあんまりこういろんな観点で見てないよというのを定軍にしましたその定軍、中軍、皇軍と校長先生自身がうちの学校ではキャリア教育を通して学習意欲が高まってきている感じがするなという校長先生のご意見その2つの質問をクロスさせると先ほどさら先生にご紹介いただいたこれです。つまり、 キャリア教育の計画はあるんですあるんですがあまりいろんなポイントについて重視していない計画はあるもののあんまりいろんなことを考えずに計画を作ってしまった学校はキャリア教育を通してうちの子どもたち学習を向上してきたなと実感されていないしかしこういうことも大切だなこの点も入れなきゃいけないなこういうことも考えて指導計画作ろう一生懸命綿密に作ってくださった学校では実際やってみるとああなるほど。 子どもたちキャリア教育を通して学習欲高まってきてるなって校長先生が実感なさるんですね。こういうい傾向があるですから指導計画があるないということもとっても重要なんですがどういう指導計画がどういう観点で作られているかこれが重要かもしれませんもちろん先生方の今のお気持ち私、聞こえてくるようですが。 これ校長の評価だろう子どもたちはどうなんだって先生が思いますよねこれ今第2次報告書でちょうど分析をかけているところです明日大学の先生方がもしかしたらちらっと情報を漏らしてくださるかもしれませんが、まあ、ちょうど分析中ですただ今言えることは私は自信を持ってこの結果をご報告したいそういうふうにということに今はとどめておきたいと思いますさてこのように学校全体の話をしてきましたけれども 今度は小中高それぞれの調査結果から学校段階の特有なことをちょっとだけ拾い出しをしてみたいと思いますまず小学校ですが先ほど課題解決能力については小も中も高も弱いですよねって話をしましたそしてその弱いところじゃあどういう実践をやればその弱いところがカバーできるのかっていう観点でさまざまなクロスをしてみたところ。職業に関する学習をしっ しっかりやるとやっぱり課題の対応能力高まるよということが分かりました例えば調べたいことや知りたいことがある時進んで資料や情報を集めたり人に尋ねたりしている課題対応能力の1つですねこういうことをいつもしてい,るしていたり時々していたりする子どもたちが多い学校はやっぱりいろんな仕事を知る学習をしてきた学校なんですいろんな仕事をしてる学習をしてこなかった学校はこういうことができる子どもたちが低い。 これは有意差が統計的に見て有意差が出ているしかも高い相関関係があるということがわかっていますこれは今日は詳しく説明している時間がありませんが明日おそらく川崎先生からこの点についてはまたご説明があるのかもしれません次中学校をご覧くださいこれまさに先ほど長田先生が見てくださったところですけれども先生方は35.434.933.3と ほぼ僅差ですけれども、いろんなことを大変だと思ってらっしゃるんですね。キャリア教育を実施する十分な時間がない。評価がわからない。この評価がわからないというのは、先ほどちょっと申し上げました。目標がしっかりしていないので、目標との差が取れないのかもしれない。これちょっと先ほど話しましたが、その第三番目がこれです。いや、キャリア教育って言うけど、親はそんなことは思ってない。合格可能性が大変なの。そんなこと言ってたんじゃ、親から協力得られませんよ。と、先生方おっしゃっていますが、まさに。 おさら先生が先ほどご説明してくださった通りです確かに親御さんたちは合格可能性気にしていらっしゃいますでも1位や2位じゃないんです目の前のことも気になるけれども遠くのことも気にしているキャリア教育重要だとおっしゃってくださってるんですですから先生方は胸を張ってキャリア教育に取り組んでいただきたいなそんなふうに思いますまた中学校では先ほどおさら先生にご紹介いただいた通りですけれども 職場体験、しっかり日数を確保してやったところはやはり校長先生の目から見てうちの子どもたちキャリア教育を通して学習欲高まっているなという実感が持てるそういう結果が出ています多くの先生方はいやー職場体験もいいけどやっぱりね学力向上だからね授業実数の確保でしょっておっしゃることが多いんですが少なくとも校長先生はそんなふうにおっしゃってないんですね。ね校長先生の目かから見るとしっかり 職場体験をした子どもたちは学習意欲も高まってるよおそらく子どもたちは日数ある程度行くと大人たちが日々この変化の厳しい中で消費者のニーズを把握し製品開発にしのぎを削りつまり新しいことに日々チャレンジし学んでいる姿を見ることができるんだと思うんですまたその職場に日数を過ごすことによって中学校での学びがあ こんんなふうに活かされてるんだ先生がいつもいつも言ってたことがこんなふうな形で大人はいつも使ってるんだということに気づくんだと思うんです一日二日では緊張感のあまりそういった視野が閉ざされてしまうそういったことがもしかしたらこのデータから見ることができるかもしれません実は私昨年度この席において同じようなことをご報告申し上げました先生方のお手元には413ページにあるんですが平成22年度に振り返ってみて A 軍と B 軍全国の都道府県と政令指定都市当時は熊本市がまだ政令指定都市になっていませんでしたから全国で66の自治体ですがこの66の自治体から A 軍、A 軍、B 軍を取りました A 軍というのは職場体験実施平均が5日あるいは実施率が 100%B 軍というのは平均日数2日未満実施率95%つまり A 軍の地域は職場体験に時間を取られています B 群は職場体験あまり時間を取られてない。俗に言う話ですが、職場体験なんかやったら授業日数減っちゃうよね。学力下がっちゃうよね。ということで言えば、当然 B 群の方が全国学力学習状況調査の点数は高いはずですが、そうではないわけですね。これ画面の方で大きくしますが、やはり B 群の方が明確に全国平均を下回る。今度は逆に、頑張ってる自治体は 結果を出しているって話をしましたが結果を出している自治体つまりペーパー上で点数の高い自治体はどのくらい職場体験をやっているのか今度は逆の関係を見たいと思うんですが逆の関係を見た場合ベスト5、ワースト5もちろん点数だけを見た場合には画面の方で大きくいたしますがベスト5とワースト5ですから点数の差があるのは当たり前ですただ注目していただきたいのは職場体験の実施率ベスト599.1ワースト595.2 ベスト5が3.1、バースト5が2.9ですから、いろんなデータから見て少なくとも言えることは職場体験なんか頑張ると学力低下しちゃうよねというのはどのような調査からもサポートされる結果は得られないんです、短絡的には申し上げられません、職場体験さえあれば学力が上がりますようなそういう無責任なことを私は申し上げるつもりは妄頭ないです、ただ言えることは職場体験に日数を取られると子どもたちの学力下がるだろう。 その責任は誰が取るんだこの世うのもやはり短絡的なお話だかもしれません。ですからそういった意味では私たちは子供たちの実態に即して何が必要なのか何が子供たちの学びをサポートするのかそれをもっと根源的に立ち返ってみてもいいのかもしれません。さて最後に高等学校をご覧に入れたいと思います。高等学校は長期的視点から将来を展望した指導の充実が課題です。例えば一つの視点ですが 就職後の離職、転職など人生上の処理スクへの対応に関する学習学年が上がるにつれて確かにやっていただいていますがポイントはなし49.3%全国の高等学校の約半分は就職した後の離職、転職など人生の処理スクについてはほとんど扱っていないんです。半分でですししか生生徒調査3年生の10月の月段階で 子どもたちの23.1%、第1位が29.9ですから、この23.1というのは非常に高い割合なのですが、子どもたち自身は就職後の離職や失業など、将来起こり得る人生の処理水への対応、もっとやってほしかったな、俺たちもっとやってほしいと思ってるんだよって言ってるんですね、この差を私たちは考えなくてはいけません。もちろろろろんん合格させることことれ絶対必要なんですね大大学学にににししし専門学校にしろ短大にしろ 就職先にせよすべての子どもたちに合格を手にさせるこれは親としてまた教員として絶対させてあげた,たいことですしかしその先のリスクに私たちはもう少し目を向けてもいいのかもしれません先生方のご努力そしてハローワークの皆様方のご協力によって子どもたち特に新規高卒の子どもたちの就職率は大きく安定してきています これは経済的な安定もありますがそれ以上に先生方がご苦労を重ねていらっしゃることこれはこの結果が雄弁に物語,ってくだ物語っていると思います。これはつい 数ヶ月前までキャリア教育を担当していたものとして先生方に本当に心からお礼を申し上げたいと思いますしまた今年度も先生方のご尽力をお願いしたいと思いますただそれと同時に今日お皿調査官あの研究官のです、ね、資料の中にもあり時間の関係上割愛されていましたがこちらのデータをご覧ください 高校卒業後のの年未満の離職率ですかつては7 5三と言われていましたが全体では35.7%に減ってきていますですから子どもたちもこの厳しい状況の中で簡単に離職してしまうと再就職が難しいなということが分かってきているんだと思いますこれは先生方の教育の成果キャリア教育の成果でもあるかもしれませんただ全体で見ると35.7なのですがそれは子どもたちの多くが就職する製造業の離職率が低く抑えられているか なんですね、他の業態を見ますと小売業49%を超えています医療福祉47.2宿泊業飲食サービス業67.7この3つの産業分類が高校生就職のベスト4ですつまり業種によっては産業分類によっては3年間のうち約7割の若者が辞めていくそういう業種もあるんですね しかも平均を見ますと1年持たない若者がこの半分ですですから産業によってはあれほど努力してあれほど子どもたちに丁寧に指導をしてやっと勝ち取った就職先を1年持たない率が3割あるそういう分類される産業もあるということです,ですから先生方がこれからもきめ細やかな指導をしていただくと同時にその先のリスクにその先の人生に10年先20年先とは申し訳ありません 1>, 1年先、2年先その子がどういうリスクに遭遇するのかそのリスクをどう跳ね抜けたらいいのかもし跳ね抜けられないとすればどうリカバリーすればいいのかリカバリーするためのサービスはどこに行けばどう手に入るのかそういったことをぜひお伝えいただきたいと思います。 小学校、中学校、高等学校の学びが、その子たちをサポートするんです。先生方にはぜひご協力をお願いしたいと思います。なぜこんなことを言っているか。この赤いところをご覧ください。これは非正規雇用で働いている若者の率なのですが、つい20年前、1992年では10%を切っていました。20年前、高校の教員としては、 私は高校の教員の経験ありませんが20年前の高校の教員だとすればうちの高校から巣立った子は正規社員なんですねほとんど正規社員ですでも今はその割合が3割です巣立った子たちは正規社員になれないわって可能性が非常に高いですから先生方に申し上げたいのは巣立った直後は正規社員で就職なさる高校生が多いですしかしその後に辞めていったあと次に就職する先は 非正規労務であることが可能性として高いこれをどう考えるのか一部かつてはニートでいた場合フリーターでいた場合正規社員でいた場合障害収入こんなに違うよねだからフリーターでいいなんてお前ら思っちゃいけないよという指導が通用していた時代もありました今でもそれは必要な知識です知識としては必要ですただ言えることは子どもたちが選ぶと選ばざるとにかかわらず 私たちの生き方そのものが非正規社員に依存しているという現実です私たちは1円でも安く物を買おうとしていますその1円でも安くというのは労働力の調整弁によって実現されています私たちが1円でも物もを安く買いたいことによって非正規の若者が生まれていますこの現実を踏まえた場合お前らいいかアルバイトして生活しようと思っても生涯年収こんなに違うんだぞということを繰り返しても子どもたちは救われません そうではないやり方を私たちは現実を見据えてこの20年間の変化を視野に収めてやる必要があるのかもしれませんさてあと少しです戻ります今度高等学校全体ですけれどもやはり高等学校の実践が学科によって大きな差があるということが見えて取れます例えば研修に参加してくださっていたりそれから キャリア教育の全体計画を取り組んでくださったり評価をしてくださったりしているのはやはり総合学科の先生方が多いですねまた上級学校の理解を深める研修は普通科の先生方が多い雇用や就職・就業の動向に関する研修は総合学科や専門学科の先生方が多いこういう動向が見られるんですがこの動向を典型的に表すのがやはりインターンシップに関してですインンターンシップこちらご覧ください学校として体験活動を重視している計画を作っていらっしゃる学校 普通科でも68.3%多いんですが他の2つの学科から比べますとやはり3割、2割以上間が空けられていますしかも高等学校の場合中学校とは違って希望者制で実施しますからその希望者制を取る高校の場合実際に高校生が体験しているのは2割に満たないこれが普通科の現状なんですね。このの現状をどう捉えるのか。 私たちは社会に一度も接したことのない若者たちを大学に送り出そうとしているあるいは就職先に送り出そうとしているそして就職や社会の現実は今一旦をご紹介しましたこれから朝の質問によってより詳しくご紹介があると思いますその現実を踏まえた場合私たちがこのインターンシップの価値をもう一度考えてみることが必要なことかもしれませんさてあと少しですので終わりの方に持っていきたいと思います 高等学校の課題です就職決定、上級学校進学は生徒にとっても保護者にとっても極めて重要です、これは繰り返しますが先生方のご努力には本当に心からお礼申し上げたいと思いますただし、それをもってキャリア教育の究極のゴールなりにありません子どもたちは卒業後も生きていくんですそして職業的自立社会的自立に必要な基盤となる能力や態度を高めるというキャリア教育の基本に立ち返って実践をしていただくことが大きな鍵を握っていると思います。 先ほどご紹介いたしました中教新等身ですが高等学校特に普通科に焦点を当てていますこれはこれまで普通科の先生方が他の学校の先生方から比べてやはり改善の余地が大きいということを国としても重要視していることの表れですそういった中で高等学校普通科の教育をどうしていくのか短い時間ですけれども先生方ぜひ明日午前中午後考えていただきたいと思いますしそして今日これから朝の出場からのお話もぜひお聞きいただきたいと思います そして最後に新しい情報をご紹介申し上げます今年の1月ですが初等中等教育分科会高等学校教育部会の審議の経過について高等学校の質保障に向けた学習状況の評価等に関する考え方というふうなものが出されていますこれはまだ答申にはなっておりませんけれども重要視したいことは今後高等学校ではコア中心となるもの すべての生徒に共通に身につけさせるコアを構成する要素そういったものを特定することが重要だよという議論になっていますそして現時点では平成25年の1月の時点ではそのコアが2つに絞られています社会職業への円滑な移行に必要な力そして市民性市民社会に関する知識社会の一員として参画し貢献しする意欲など意識など言葉は違いますがこのコアこそが キャリア教育を構成する重要な要素ではないでしょうかそう考えた場合高等学校特に普通科においてもまたキャリア教育は重要な課題であるそのようなことを先生方にぜひご理解賜りたいと思いますさて残り時間があと3分になりましたまとめてまいります今日いろんなお話をさせていただきました先生方にはです、ね、早口でとても聞きづらいところがあったと思いますただまとめのところだけは一生懸命心を込めてちょっとスピードを落として話したいと思いますまず先生方にお礼を申し上げます キャリア教育という言葉概念大幅に浸透しましたたった7年です大きな進展ですこれからは保護者や地域社会の皆さんと共通言語にしていただきたいと思いますまた全体計画や年間指導計画作りも着実に広がっています平成23年の段階では初等中等学校においては計画作りが遅れているという話ですがこの調査によって必ずしも遅れているというような言える現状ではないことが分かりましたただし ちゃんとした計画になっているかどうか言葉は非常に幼いですけれどもちゃんとした計画目の前の子どもたちの実態を踏まえ抑えるべき要素を抑える計画になっているかどうかそういった計画こそが成果を生み出す可能性がありますまた生徒も保護者も卒業生も本格的なキャリア教育を望んでいるということを先生方はぜひ胸に留めて自信を持ってキャリア教育に取り組んでいただきたいと思いますそして最後後半にもまた 小沢先生にもご指摘いただいたところですが例えば、中学校における職場体験活動学習意欲への向上が強く示唆されますまだこれがきちんとした分析ではなっていません二次報告書が待たれるところですが少なくとも職場体験やインターンシップなんかやると授業時間減るよね歩行時間減るよね学力下がるでしょうそういったことをサポートするような情報はどこにもないこれだけは先生方に申し上げたいと思います。 何でも同じことを繰り返しますがだからといって職場体験をやればインターンシップをすればオートマチックに学力が上がるそういうものではありませんただ、そういう単純な議論で戦いをしても論議をしても始まらない目の前の子どもたちにとって何が必要かそこを本気に我々専門家として考えたいなと思いますそして最後です、主な課題です小中学校では体制作りです、幸運奮闘をぜひしていただきたくないと思います。 また指導計画の充実も重要ですよね、計画があるということだけでは弱いと思います、PDCA を回す、評価が難しい、でも評価というのは目標にどれだけ近づいたかが評価です、もしかすると目標が評価を拒んでいるかもしれません、そういった観点からぜひ先生方、ご自身の学校の全体計画、年間指導計画を見直してみていただきたいと思います。 そして最後に教員研修の充実普通科高等学校での充実をお願いしたいと思います明日の午後先生方は分科会に出られると思います小学校の寺岡小学校まさに体制を作りをした系統的な取り組みをしていただいています中学校八千代市立高津中学校教科を通したキャリア教育が中心です中学校の一番弱いところこの中学校では率先してやっています そして高等学校、神奈川県立田中高等学校ですが、将来のリスクも踏まえた、卒業後の生活を視野に入れた、様々なキャリア教育に取り組んでくださっています。今回の調査によって明らかになって弱いところ、そこをサポートする事例、明日たくさん聞いていただきます。また、基礎研究部の後藤総括研究官からは、 その強化を通した中,中学校、高等学校の弱い部分その部分の事例を発表をしていただきますしまたこれからこれからすぐ後ですがもうスタンバインしてくださっていると思いますが厚生労働省のキャリア形成支援室の浅野室長からは若者たちが直面する現実この話をしていただきます今回は2日間ともこの調査研究から明らかになった実態を踏まえてさまざまな事例あるいは議論 そして報告をしていただくよう一生懸命計画をいたしましたこの計画作りが私が国立教育政策研究所でした最後の仕事でした先生方が充実した1日半を送っていただくことが私にとりましても大きな願いですそのきっかけに私の話がなればいいなそんなことを思ってお話をさせていただきました長時間にわたりましてご成長いただきましたこと心からお礼申し上げたいと思いますどうもありがとうございました